はい、聖女。12-10は、はい、みんなでせーの。2! 簡単だな、これも。これも簡単だな。言いたいことがある。関係があること？これに関係がある？はい、じゃあエリカ。これは答えの10と同じ答えを10からこの12から引いてる。今2つの声が聞こえた。ああ、そういうことね。意味わかんない。はい、意味わかんない。はい。ああ、そういうことね。ああ。はい。じゃあもう一回頑張ってみるか、エリカ。一回みんなに聞きながら、ここまで大丈夫とか言うといいかもしれないよ。この10、この2の時の12く2は10でしょ？うん。その答えの10をこの自分の順の自分の分の12枚から引いてる。ああ。つまりこれの逆ってこと。わかった。はい、かい。最後になんかみんながやりそうに喋ったから、なんか最後の話がよく聞こえなかった。だって最後だけ言ってみるか。この12っていう数あるでしょ、うん、それで2の時の2を引くでしょ、うん、それの10をこの12っていう数から10を引いて、それで引いた数の2を2のその答えが2になる。あ、はい。友竹。つまりここがバツみたいになってる。あ、 2と2で×それで9と10で分かった。はい、分かった。エマ、って言いたかったの、エリカ。あ、でも、はい、行こう。でも、ここにある12はどうなってんの？あ、まっすぐ。12と12は？まっすぐ。まっすぐ。まっすぐだから？あと引くとは。あと、まだ引くとは。まだ引く。ね、よしよし、はい、ありがとう。エリカの言ったことを隣同士で一回確認してごらん。さっきと一緒だよ。両方が言えるように、はい、確認してごらん。そしたら、12はもう
と食べてたんだと思う。10と2があるから外をつないで、10と10があるから外をつないで、12と12があるから外をつないで、12と12が待ってる。はい、お兄ちゃん、ちょっと待ってね。どうした？喉痛い。ちょっとうがいしておいで。ガラガラうがい。はい、うがいしておいで。はい、今はいって友達が手を挙げてるけど、何のはいだろう。なんか言いたいことがあるの？お兄ちゃん、はい、あのさ、うん、出たかわかんないから前でちょっと話していい？いやどうだみんな。いいよ。よし、じゃあレナに分かるようにみんなでね話しよう。じゃあ友達どうぞ。レナ今どんな気持ちだと思ったけ、そうやって言ってくれて嬉しいな。12×10は2でしょ。友達くん、レナさんに言ってあげてください。 12×2は10。まず最初 12×10は2で、例えばこっちは引くのが2だから、どう？レナ分かった？ああ、そうか、よかった。友だけ今前に説明してどう？レナ分かったって。分かってくれてよかった。よしよし、はい、あのね、今数だけでやってるんだけど、皆さん意味わかる？簡単に
白い。やらさんがこっちで説明してくれたんだね。割り算ってそういう意味なんだっけ。はい、じゃあ6の中に2は何個って言ったね。ありがとう柳沢さん。こっちだと柳沢さんがね、まあ良かったのは簡単な数字にすると分かりやすいね。小数だとなんかわけわかんないね。6の中に2がいくつにしとく。じゃあその言葉をこっちにするとさっき言ってくれた、すごいぞ。今2つのやり方が出てきた。まずはハンさんが言ったほぼ全て、ほとんど全部、そんなに言ってないよ、6割に。あとは畑中さんの言った 0.6 の中に 0.2 がいくつあるかなって、この2つぐらいかな、やり方としては。田島さん、何と言いました今。ねえ、なんでバレたの。絶対バレないようにしようと思ったのに。じゃあこれ出さない。あ、これは1枚って言うんだね。
どんな問題になるだろう。
何が入るの？四角にキューブが入る。キューブが入ってもキューブ、キューブ、キューブ、絶対に入らない。なるほど、四角に数がないとはっきり何が分からないよね。ちょっと
い、じゃあちょっと前向いて。はい、もしもどんな話してましたか。はい、はい、ケンタロウ君。2もできて、0もできて、1から9。じゃあ、チョコ
コレートも飴玉もラムネも全部買えます。全部まだ買えません。買えませんよ。え、まだあるんだよな。では実際にやってみようよ。ね、あと5個もあるの。しんくんすごいじゃん。ところで皆さん、ここにあるやつ全部できる？はい。全部できると思う人。いや、全部、これ全部ダメ。はいない。じゃできないのがある。かもしれない。かもしれないな。かもしれないから。やってみよう。はい。じゃあね。これ4人で1本ね。はい。チンコにどれです？1対1対1。これできたみんな。はい。絶対。はい。はい。これどうやって作るんですか？はい。どうやって作る？じゃあこのグループちょっとみんなに。はい。
ああ、やばい、絡んじゃった。よし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 。はい。間が4、うん、はい、はい、ちょっと無機的にみんなに見えるそれさ、4体運動会これを割れば4対4対4だからじゃあ4対4対4は1対1対1と比は同じってことだよね。はい、ありがとうかな。じゃあどうしよう、丸山君もか1対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 これこれできた？どっち？できないと思う？できます？じゃあちょっと手挙げて。できる派、できない派。お、一人だけ。そうか、じゃあちょっとお話聞いてみようよ。なんでできないんですかね。1対1対2でやってみると、1対1を作るとこれ2になってしまって、今何て言った？1対1を作ると2になってしまう。で、で2と2があのそれであの全く同じ辺なので、それであのこういうなんて角度を作ることができなくて、ただの直線になってしまって、だからその1対1対2は作ることができない。いや、直線になる。何言ってるか分かる？分かる方、まあ、分かるっちゃ分かる。はい、どういうこと？はい、だから、うん、説明があの、はい、3が、うん、こうなんかこのところが、うんうん、こうなっちゃって、3って何色？緑が、緑、はい、直線になっちゃって、引っ張れないっていうか、6があまりにも広すぎて、うん、その分、高さ 3×2 で6になっちゃうと直線になっちゃう。はい、意味分かってきた？ああ、でも分かってきた？はい、はい、例えば底辺を6としたときに、うん、6、1を作っといたよ。はい、そうすると、はい、3、3で、例えば6センチのところに 3センチと3センチを乗せるとぴったしなので、はい、やってみようか。合ってしまうので、はい、山口君が言ってた通り直線に、よいしょ、もう届かないのね、そこは届かない。よいしょ、多分直線でぴったり、直線になるとぴったり。うん、これをこう持ってきて、こう持ってくると直線になっちゃう。あ、ってことはこれは三角形になりませんか。何になっちゃう？直線になっちゃうのね。なるほど。ってことはこれはできませんでした。残念残念。はい、何気づいた？はい、はい、何ですか、何ですか、気づいた、はい。はい、三角形じゃないですか。それ で、 そうですね、結び目が12個で思ったんですけど、はい、あの12を三角形の3で割ると4ですよね、うんうん、4ですね。だから、はい、日のどれか一つが4より上だと、うん、4は OK なんですけど、多分4より上の数があると多分その日はできない。永田くんはダメなのは何って言ってた？5以上。いや、どうよ、どう、富田くん、どう、今の永田くんの話どうだ、みんな。僕は違って、はい、日が3つあるじゃないですか、日の数字が、ね、うん、それの一番少ない数の2つが一番大きい数によりも少なかったりちょうどだったりしたら三角形はできない。あ、どう？確かにそうだそうだ。あ、いいよ、じゃあ続けて。はい、あの1対5対6とかは、はい、
一番ちっちゃいのが1と1で、うん、2番目に大きいのが5なんで、はい、1対1たす5が6になって、これとこれで6になっちゃうから、はい、あれも1と1で3と3があって6に対抗するっていうか、対抗する、そんなに精一杯なんで、はい、三角形ができなくなる。この6に対抗するやつが3と3でダメだったように、うん、1と5でもできない。だから、うん、そうなると、そうなると3、4、3対4対5はできると、うん、3対4対5できます？これこれどう？できます？できます？できます。はい、直角三角形なの。中田君5でもできちゃったな、うん、でも考え方いいよね。こういう時はできるよ、こういう時はできないよっていうふうに考える。ちょっと気づいたことなんですけど、気づいた、はい、前の2個を足して後ろの数にならなかったらできるんですよ、うん、前の2個っていうのはちょっと違う、はい、ちょっと違うけど気持ちは分かるから付け足してもらうんだよな、はい、その日の中で、はい、例えば2対3対7だと、はい、例えば7が一番大きいじゃないですか。じゃあ一番大きいやつに丸つけてみようか、はい、これな、はい、でその大きいやつに、はい、その1個まだ残りの2つを足したの数が、うん、大きいやつより大きくなかったらそれはできない、はい、ことになります。意味わかるか？この場合さっき富田君が言ってたよね、はい、じゃあさっきのこれも一番でかいやつと、こういうやつはできないと、ね、よいしょ。ってことはこのオレンジで囲んだやつっていうのはどんな辺？はい、底辺だったり、まあこれ向き変えちゃえば底辺じゃなくなっちゃうでしょ。一番長い辺だよな、うん、ちょっと6年生だからな、最長にしとこうか。最長の辺と残り富田君なんて言ったっけ、最長の辺が残り2つと、うん、和よりも大きく大きい、または同じだったら、うん、同じじゃねえ、同じじゃねえ、同じか、うん、大きいとできないっていうふうに言いたかったんだよな。で逆に言うと浅井君どういうこと、できると、できるは、はい、このオレンジ色の一番長い辺が、はい、その残りの緑色の列を足して、うん、その、うん、あの短かったらできる、はい、長かったらできる、はい、これの場合ちょっと微妙だけどちょっと置いとくけど、これとこの輪が、はい、輪がそのオレンジ色よりも大きくなるんですよ、はい、こうなればできる、できるで考え方はどう？OK、だとしたらこれどう？できない。なんでできない？はい、なんでできないんだ、チンコ。3が一番、3が最長辺で、はい、残りの2つ足しても3で同じになる。はい、これとこれ同じになっちゃうからできません。じゃあこれは？直線になってる。はい、久保君どう？1たす1は2なので、はい、できます。できます。1たす1は2だからできる、うん、なんかみんな文句言うから言わせてやって、誰に会ってるの？今まで、はい、浅井くんが言ってたのを見ると、はい、最長のものより、はい、その前の残りの2個が大きく、はい、足し輪が超えないとできないんですけど、超えるとできる、できる、できる、うん、だから
だから1対1対4は、うん、最長の方が大きくなって最長の辺の方が大きくなってしまうので、はい、三角できないです。できない。納得？よかったな。いい席だよね。はい、どうぞ。はい。はい。最長の、はい、6だと絶対できなくて、うん、5とかだったら、はい、チャンスが。5とかだとチャンスが。だったら、ね、なんか役目みたいなのして。はい。そうすると1対1対2とかになって、ああ、非常に簡単ですね。はい。だから、うん、2対5対5。今何て言った？2対5対5どうですか皆さん？二等辺三角形。できる？できます。やってみようか。はい。みんなできるらしいな。さっきみんなが見つけた、まあこういうね。決まりから言うと一番長いのは何？こっちに食？はい。でもこれ短いと言い切れないんだけど一応緑に食よ。2と5足すといくつ？ 7。 7で5と比べて、うん、だからできそうって話だよね。じゃやってみようか。なんで二等辺三角形だ？はいはいだね。はい。あと何色つけるの？黄色。はい、つかめない。よいしょ。どうですか？できたね、うん、はい。というわけで皆様、よいしょ。なんだっけ、二等辺三角形。はい。じゃあさ、これ一番長い辺って今オレンジで丸つけてみたけど、ダメになっちゃうのってどんな時だったっけ？確認。野田くん、なんだっけ？とその日の中で、はい、一番大きい数よりも、それ以外の数の、うん、足した、うん、答えが、うん、小さかったり、うん、同じだとすると三角形ができない。はい。具体的に数字で言うとどうなっちゃったらできなくなる？6。なんで6なんだ？なんで6？今出てる全部に、はい、全部同じことなんですけど、はい、で、全部、はい、全部の日の数を足すと、はい、全部12の約数になっていて、全部で12だよね。12本つないだからね、はい、12の約数になっているので、はい、そのだから一番長いのが6以上だと、うん、もう残りが絶対12から6引くと、うん、もう残りは最高でも6しかないので、はい、最高というか、まあ、どっちにしろ6しかないので、はい、そうすると、うん、最長辺が6以上だと、はい、残りが絶対6以下になってしまうので、うん、そうすると絶対イコールか、うん、最長辺の方が多いっていうか、うん、大きいになってしまうので、はい、そうするとダメだから6以上はダメです。6以上だとできない。今どこを見た？12だよね。伊藤くんもさっき言ったよね。12の時は6以上はダメ。12の時は6以上はダメ。今なんて言った？半分。6っていうのは半分に当たるんだよな。じゃあもしもこれ12じゃなかったらどうなの？はい、どうぞ。
うん、じゃあ佐藤12だからその半分の6以上になるとできないわけで、はい、14とかだと、うん、まあ7以上になるとできなくなるし、その元っていうか結び目の数のかけるああいうのかかける2かける2あま2分の1かける2分の1の数より上はできない、うん、はい。今もしも14だったらって言ってくれたよね。他にどんな場合がある？はい、どうぞ。16だったら8以上ができません。うん、どうぞどんどん言って。18だったら何でもいけちゃうね。はい、どうぞ。気になった、はい。もしも13とかだったら、うん、6.5 が1個だったらダメじゃないですか、はい、うん、でもこれ小数がないから、はい、ここが半分かかる。つまり戸谷君が言ってる13っていうのはどんな場合？奇数だったらだよな。奇数だったらどうなんだろう。はい、どうしようか。みんな迷っちゃうな。みんな積極的にいつも喋ってるからね。はい、じゃあ久保君さっきちょっと間違えちゃったから今度こそ。戸谷君が言ったように、13割に応じて 6.5 だから、はい、7以上がダメ。13も7以上、うん、6.5 なんだけど、はい、よし、なんでだ高木君、なんで、はい、一応、13の場合6だと全然過半数が半分超えてないので、例えば1対6対6とかできるけど、はい、7だともう半分を超えてるのでもうできません、うん、できない。半分超えちゃったらダメ。6だったらいける。じゃあちょっとね、ちっちゃいやつで試してみましょう。これいくつある？1、2、3、4、5。5っていうのは偶数奇数どっち？奇数。じゃあこの場合どうなったらダメなの？ダメなのは、はい、古谷君。最長辺が3以上になる。3になって、あ、ちょっとやってみようか。はい、3で作ってみようか。1、2、どうですか？はい、じゃあ今そのまま持ってて。これどう？221だね。ってことは3になっちゃうと、ね、さっき言ってくれたような形になっちゃうんだよな。